そしてこちらバンシー、レッドゲーミングのいるカークに飛び込みましたが、現在2ダウンの状態。ロマン様が2階部分へ突入、追い込んでいるという確信か。ただ敵の姿は見えず、伏せているのは見えてからきっちりここは取り切る、うん、さあ階段登ってきているところ向かい打っての2ノックからの2キル。カーク動きあります。ロマ、あ、いやらしい、上から風に切る、後ろを取る、フライパンにヒットしました。さあカバー入れるか、ただかっきりしっかり取る。さあロマ、そのカメラ向こう、いいのを当てる、いいのを打ってたんですけれども、いい勝負だった。おっと、気づいたか、グレネード、さらに後ろからダイスはリチャードさん、グレネードは届く。現在チームでアレクサ14キル、本当に調子いいですね。もう調子いいなんてもんじゃないですね。どうしたどうした、エースはマチョペン背中を取っている、シノビーゲーミングの後ろ、ワンノック、ただマチョペンもダウン、残るシュートもここで倒れる。シノビーゲーミング山頂に登り切りました。シノビーゲーミング、あー、ただりょうちゃんがここで入ってくる。自分たちは薄いと判断したときにし、うわー、ちょっと読み間違えたか、確かに下山は非常に難しい、この岩山。ただまだメンバーは残っているので、そうではあるんですけど、やっぱり忍びゲーム、そうですね、はい、チビが当然来ますよね、これ見たらね、ここ打ちますよね、はい、ごちそうさまでした。シビゲーミングロータス、ベルモットから車線が通っていた。さあ、スオはかける、さあ、見えた、パーマンもダウン、ワンワン、ユノーラー分からない、あ、最後取った、ダメ、当たらない、なんとか逃げ抜いた。さあ、ブレスマンのダメージが痛い、倒れるってしまうよ、ユノー、あ、残った、残った、4決め打ち、一上がってるか、決まった。まずは本日最初のラウンド、ドンカツァ 3R ゲーミングロータス、せーの、グラハポン、出ましたね。あ、もしかして今日そういう日ですか。各地でかなり状況が動いてきていますが、デトラーがここでワンノック、ラッシュが倒れます。いやー、またグレネードが上手い、しっかり決めていく、ただハセタロがダウン、残るはシュート1人のみ。じゃ、足元にお気をつけください、両チーム。ヘッドワンノック、さらにもうワンノック、ジェファー取り切れるか、ジェツクは見守るのみ。忍びゲーミングがデトラーを取っていくその瞬間、しっかりと記録しました。まだ動くない、いつバレてもおかしくない。この常任の先輩たちに対してどこまで、ああ草トンの術決まった、1キル、残るは4チーム9名。うわー、そのまま押し切ります、エースワン。忍びゲーミングが脱落、ただまだ忍びは残っている、忍びは残っているんです。そうなんです、どこで火を吹く、カトン、ここで炸裂、ワンノックワンキル、いやー、ちょっと見えていなかった。先にダメージを出しているリョウちゃん、ヨネトの打ち合い、一方的だ、これ倒されるとヨネト選手まずいですよ。なん、逃げ延びることはできたが、ただその間バーガンがダリアに対してワンノック、これでツービツ、これ分かんなくなりましたね。あぶり出されるのはイロハニポメトサムライゲーミング、頭が見えたがヨネが打ち勝つ、もうスモークを壁にして取っていくしかないですね。大気は見えていない、見えていない、見えていない、これはパーマン少し苦しいか、大輝はもうすでに位置を変えている、足元限定で先目、いや、人数かけていく、ワンノックは取れたんですが、人数しっかりかけられた、イロハニポペトサムライゲーミング、グレネードうまいな。そうなんです、長谷太郎選手今日グレネードで何、はい、ノック取ってるんだっていう。いやー、桃から生まれた桃太郎、まさかり担いだ金太郎、グレネード投げれば長谷太郎って感じですかね。ピッシュボルク、ナメトンカがこの位置をキープしつつ、まずは1キル確実に、さらにワンノック返していくんですが、シュンがここでナメトンカに対してノックを獲得、ピッシュボルク、残るはおっちゃん1人のみ、グレネード完璧だー。ただボルクとしてもそのまますぐ、まあー見えた、あー、やるか、ただハルカ選手を気づいている、ダメージはした、ナメトンカからヘッドショット打ち抜いていく、ハルカ危ないところでした、ナメトンカギリギリ残ります。おー、エースワンまたしてもこのラウンドでもキルログ流しています。現在12チーム43名、家屋の中1名いるの分かっている、ダイキー仕掛けますがダメージトレード、倒れるとまずい、フリーはダイキー強引に決め打ち、味方後ろいますからね、焦らなくていいですよ、回復間に合いそうですね。ダリアが入ってきてのノック、ヨネがさらに2ノック、レッドゲーミングが一気に追い詰められるか、さら
にキマコで倒れた、うん、ここで見つかってしまった、りょうちゃんジャンプしたタイミングでしたね。ただエイムでカタリスト、ここでフォーアックスから攻撃を受けた、ね、エイムでカタリストが脱落、フォーアックスが積極的に戦闘を仕掛けていく。今度はエースは今までの鬱憤を晴らすかのように爪に爪に詰めます。さあ詰めていく。ただエースはもうこれ 3R ゲーミングロータスとの交戦開始。あ、これ先にロックですよ、言うのバーバー順調にロック。エースはどうした、動きの自由度はエースワンの方が高いですね。2ベスリー裏を取っているぞ、フォーアックスの、フォーアックスそのまま前進、丘の上しませんね、交戦の準備ができている、岩陰分かっている、その位置、ただここはユーローが先にワンロック、そのまま取り切った。さあロック見事ドンカツを獲得したのはエースワン、グッドゲーム。どれだけ状況を把握できているのか各チーム。 IMG スポーツここで詰める、 IMG スポーツワンロック、いやー、ただ 3R ゲーミングロータスがまずはレッドゲーミングを壊滅、壊滅、動けない、これはどうしようもない、攻撃に出ていく、燃え盛るこの体、出るとこ、あ、見ていない、ふ、見えていない、スモーク2チーム、まさか、おい、待っていた、トラップ、おー、イム選手ダブルキル、グレネードを確認できている、回避成功、そしてピクシオボルクのいる位置にラスティグレネードを投擲、横取れてますか、ね、そのまま横をついて一気に銃撃、忍びゲーミング素晴らしい立ち回り、おー、おー、捨てた忍びゲーミングに詰められてしまって、ここでアルカナ脱落です。2チーム同士が相対する状況が続いています。さあ飛び込む、火炎瓶投げたタイミング、タイミング悪かった、体力少ないのは分かっている、りょうちゃん系が詰め切りまして 4V が脱落、道を作るのはデトラー、その中に忍び込む、煙幕はお手の物でしょう、ジェイパーどうする、おっと、お決め打ちでしょうか、気づいてた、どちらかというとブルーゾーンの方がもう痛い、これあの囲む形がだんだん見えている、りょうちゃんワンノック、声の声が足音聞こえているか、もう一名ヘッド、うまい、2名3名、さらにもう一名ワンオンワンですかね、さあ決まるか、声の向こうからヘッドが決めた、なんとギリギリまで粘りました、ドンカツはデトラー、グッドゲーム、おーっと、レッドゲーミング、やはりポイント狙っていかないぞというところで、リベリオンアーツ入っているのを確認してから突入、そしてクレイジーサノに対してダメージを出してレッドゲーミング、綺麗に突入、まずはワンノック取っていくのはレッドゲーミング、リナリー、そのまま突入、さらにノーリロナーも取っていく、ただ当然迎撃の構え、デリートマンからここはダメージを受けましてフェイクスリープが脱落、そのままデリートマンが追い込んでいく、レオとのワンワン、お互いにダメージが出ている、あー、引っかかってしまった、レッドゲーミング少し走る、おー、あるかな確認できていた、こういったところがあるから、うまい、本当によく見ている、タモちゃん、エイムでカタリスト、アイリル移動中、サマサシ当然仕掛けていきます、あー、これ取りたかったですね、イルハニボムとサムライゲーミング強撃、バギーに対してもいいダメージ出ている、あ、レッドゲーミング、これ危ない、スピード落ちましたね、ただウィンカーが入りまして、ヨネタワラスカークの中、体力1残しました、いや今のは素晴らしいカバーでした、素晴らしいですね、中に入った、入った、これ全員行くのでは、うわー、待機いるの、あっと体を出してしまった、足先見えてるか、待機、あー、やはりデッドラー苦戦してますね、そうですね、もう渡るのが本当に厳しい、ただそのキルを獲得していくのはエースワン、スノーフレークスとの戦闘もここで休戦、おっと、なんか来ましたか、おっと、お届け物です、エースワンからのお届け物が届きました、うわーえどたまらず飛び出した、見ていなかったマルチネス、見えていなかった、 4V が全滅、そしてじわじわ詰めてくる、フォーアックス、シルバのグレネード、ここまでほとんど戦えなかったこの男がここで牙を剥いてきた、
大学生確実にキルを取って残るは1名きっちり詰め切った。最終ラウンドドンカツを獲得したのはフォーアークス。